とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ハロウィンイベントやってますね。で、どうも、シーズンチャレンジを6回クリアしないといけないのかな ?6 回クリアすると、マントかな?で、12回クリアすると、ピグリンのゾン、あ、ピグ、豚のゾンビがもらえるみたいなんだよね。はい。まだ2個しかクリアしてないんで、今日も3つ出てます。とりあえず2つクリアしようかな。これ、報酬まだ取ってないんで、おそらく弓なんだよね。うん。まあ、とりあえずここと、サクッとクリアできるここ。王の隠れ家。行ってみましょう。まあ、まずこの王の隠れ家、ここは楽勝だね。あ、そうだそうだそうだ。ここよ、ここ。ここの、そのシークレットの取り方がね、まだわかんないんだよね。コメントでね、なんか、何回か教えてもらったことはあるんだけども、なんかよく意味がわかんなかったんだよね。え、これどうするんだろうね。未だに全然わかんない。どうやっていくんだ、これ。マジでわからん。まあ、とりあえず、今日はそういうやつじゃないからね。クリアしましょう。弓だから、あ、違う違う、ここ弓じゃない。ここはあれだ、防具だ。防具。あれが出るんで。まあまあいいんじゃないですか。あれはウィザーのアーマーと同じ性能ですごく使い勝手がいいやつなんで、ちょっと。楽しみなんだよね。まあ、一応クリアするときには、これを着て、少しでもなんかちょっと期待をね、持たせときたいよね。さあ、それでは、なんだ?いや、これは分かってたんだけど、255。いいよ、255は嬉しい。お、クールダウン1個ついてるな。あー、いやー、でも他が良くないな。他が良くないな。はい、もう1個、いっちゃいましょう。いや、おかしいな。こっち来てるんだけど、キャプテンがね、いないんだよね。あの洞窟の中にもう、いなくって。この先にいる?もしかして。だいたいここまでで全部揃ってる感じなんだけどね、いつもなら。キャプテンが今回はちょっと見当たらないね。いた!いた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 。先にいるのって結構珍しいと思うんだけどな。やば!回転がいる!よし、OK。で、何が出るかな?毒の雲を持ってる。うん、毒の雲だったら別に大丈夫だね。お、お、まだいる、まだいる。よし。どうだ?もっと奥?あ、いた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 。よし。なんでしょうか?脅威、OK。もうむしろこれでクリアしてもいいんだけどね。まあ一応、出てきたやつは全部倒して取りましょう。あ、いたいた。結構先の方に固まってるタイプみたいだね。あ、いた。よし、なんだ。待って。うん?あ、脅威が増えたね。脅威が増えました。またいた。お、危ねえ。毒の雲がついてるんだな、そうそうそう。よし。OK。次は?あ、脅威。脅威3。結局いなかったね。なので、あ、でも脅威3だから、まあ、報酬は美味しいと思うので、いいや。よし。とりあえずこのまんま倒しまーす。多分、食らえば死ぬんだろうな、これ。このビーム食らえば死ぬね。危ねえ。
出ないな、雷が。よし、もうちょい。よし、分身してるっしょ、分身してるっしょ。あ、いたいたいた。やめろやめろ、やばい。でももう少しなんで倒せるでしょう。どこ、しゃあ、結構ギリギリだったけど倒しましたね。じゃあクリアします。さあ、それでは報酬見てみましょう。なんだ、蜘蛛の巣の弓、ほう、どんな性能なんだろうね。で、報酬なんだ。あ、トゥルースシーカー256。まあまあまあ、いりませんね。どんな性能だろうね。トゥルースシーカーは、まあ、お供え物用だね。で、あ、冬の指先だ。チャージショットで3本の矢を発射して、で、衝撃を受けると冷気を放つ。もうまさに冬の指先と同じ。なんか同じやつじゃなくてさ、こう組み合わせの全く別の装備が俺としては良かったんだけどね。ちょっと残念かな。まあまあ。でも冬の指先っていうことで、厳選はしやすいかもしんない。必ずこれ出るんだね。そうか。まあまあ、今回のこのエンチャントは全然良くないので、いりません。でも一応、取っときます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。